こんばんはっとっと。こんばんは。いいえ。今日はですね。ダイヤモンドネイルですよ。ダイヤモンドネイル。えー、っと。 自分のコメントができないなぜあ、こ、うん、<laughs> なんでだろう自分でコメントが書けないよどうしてこんばんはこんばんはありがとうございます自分でコメント書けないまあいっか今日はプレリーチプレリーチェダイヤモンドっていうですね、えー、メーカーさんがあります 本物のダイイヤモンドをネイルアートする私そこのエディケーターをね実はやらしてもらってるんですけどねそうそれの宣伝でございますこんばんはこんばんは。 えっとねダイヤモンドはね普通に買えないんですよ一応ねセミナーを受けてもらったらダイヤモンドが買えるようになりますただねこれは普通に買えるのかな TAT さんで売ってるのかな一応ダイヤモンド用のコーティングジェルがあるんですねプレジールジェルっていうのがあるんですけどあのこれねストーン普通のダイヤモンドに限らずストーンのコーティングとかにもおすすめです あのためのジェルでしっかりなんていうのコーティングしてくれてツヤもあるし透明度もあるのであの、まあ、も,もちろんダイヤモンドネイルに特化したかダイヤモンドネイルのために開発したジェルトップジェルなんですけどダイヤモンドに特化してるならどのストーンにもいいよねっていう感じです。 そのトップジェルは多分普通には買えると思うんですがダイヤモンドを買うには一応、えー、プレリーチェさんのセミナーに受けていただくっていうことですねえっ真由ちゃん誰だろうごめんわからないシア9613誰だろうごめんなさいアカウント名では誰だかわからない誰だ,誰だ誰だ誰だ 私のことをまゆみちゃんと呼んでくれる人が誰だあ、なっつみちゃん久しぶりだなっつみちゃんじゃないですか元気ですよ元気ですか <laughs> さて一応ですねベースにベイビーベージュっていうの塗ってます ちょっと光が当たりすぎて白飛びしてますけどこんにちは姫たんねかわいいよあれからどん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 甘えん坊になっております <laughs> これねえっとベイビーベージュパールですちょっと光で飛ぶけどパールベージュになってますお上品ですよパールベージュうん <laughs> ちっっと早くに塗り終わっちゃった一応7時からスタートということで7時スタートにしたいと思いますねベイビーベージュかわいいですよもうえっと宣伝用に作ったこちらのデザインベースはカラーリキッドですあの何色だっけなミルキーホワイトミルキーホワイト塗って 新しく出たこちらラブリーのカラーリキッドですもやもやしてますよそうひめちゃんはねめちゃめちゃ慣れましたよもう慣れたどころではないもうデレデレでございますもう抱っこ大好きになったから私がずっと抱っこしてるから <laughs> 抱っこ大好きですよひめちゃん、ね、ラブリーのカラーリキッドおすすめです 今日はダイヤモンドネイルしますね。お待ちくださいね。あと二分ほどお待ちくださいね。七時にスタートします。あ、白髪、ミニちゃん、ミニちゃんの白髪はね、あれから増えず、へれ、減らず。<laughs> あのまんま背中の真ん中にシラがあるよ <laughs> ミニちゃんのシラ <laughs> で、こちらわかりますこっちはですね某メーカーさんのラインストーンです有名なストーンです <laughs> そしてこちらダイヤですまあ、まだこれコーティングしてないのでカット面が出てるのでキラキラはしてますねはいただやはり何ていうのかなダイヤモンドって本当に繊細で カットされてますよね角々に角々にっていう意味がその何ていうのかなもっと細かくデザインされたカット面なのでもっと細かく輝くんですよねでこれで上からコーティングしちゃうとこれもちろんこれコーティングしてませんこっちもコーティングしてません実際問題は本当はコーティングしますのでコーティングするとどうしてもこのカット面が埋まっちゃうので やっぱりねね丸,丸いストーンに見えちゃうんですよ、ね、だけどもダイヤモンドとかあとまあ V カットもそうなんですけどこういう奥行きがあるじゃないですかなので上からコーティングしてもキラキラ感が損なわれないっていう感じですねこんばんはこんばんはなつみさん私ね17ライブマジでね全然やってない開いてもいないんだ17ライブ <laughs> 17ライブ全然もう何ヶ月もやってないな。 時々メール来る。配信してくださいね。って <laughs> 全然配信してない。マヨまよさんこんばんは。お久しぶりです。お久しぶりです。今日はちょっと真面目にですね。まなつみさん <laughs> 配信した方がいいよね <laughs>。こんばんは。そう、えっ、ー、と今日はですね。真面目に配信します。いつもふざけてますけど、今日はちょっと真面目にまやいちゃんかっこいいって。ありがとう。 <laughs> 今日は真面目に配信しております今日はです、ね、このプレリーチェダイヤモンドっていうダイヤモンドネイルの技術を何、えー、て言うんですかねダイヤモンドネイルアート用のダイヤモンドですね小さいダイヤモンドを販売しているっていうのと,、えー、と技術ですね爪に本物のダイヤモンドをのせるという技術を発信しているメーカーさんです。 かわいででしょそうですなのでやはり比べていただくとですねコーティングしてないけれどもコーティングしたらまたちょっと変わりますけど後ほどこっちねコーティングします。はいでこのまあ今日見せるのはちょっとねあの有料級の有料級のっていうか本当はここのプレリーチェダイヤモンドさんってセミナーでしか技術はもちろん見せてないしお伝えしてないので。 オンラインでこういう感じで技術を見せるって本当は今まではダメーって感じだったんですけどやっぱり今なかなかセミナーで人を呼ぶっていうこともできないですし、うん、なので今はオンンラインとかで結構お伝えすするようにしていていっますで本当だったら今までだったら有料でお伝えしてたところをちょっとだけちょっとだけお見せしますっていう感じです。 あ、夏やさん、そうよ、私、今日は真面目なの。これはですね、今日はですね、私の気まぐれ配信ではなく、あのプレリーチェさんからご依頼をいただいてえ配信しておりますので、ちょっとあまりバカなことはできない。<laughs> 真面目にやっていかなくちゃ。<laughs> そう、超真面目に配信しておりますよ。はい、で、ダイヤモンド。ダイヤモンド、別にこれがすべてじゃないです。私が持ってるの、ごめんなさい、オーソドックスなこの丸、丸のダイヤモンド。 あとはこれ、本物の真珠ですね。炭、えー、淡水パール、淡水パールとこちら、アコヤ真珠です。で、こちら、ダイヤモンドが0.05カラット、0.03カラット、0.02カラット、0.01カラット、0.006カラット、0.003カラットです。で、まあ、これ、 ちちっちゃいんですけど多分こっちのラインストーンの SS3 よりもまあちっちゃいとは思うんですけどちっちゃくてもやはり存在感はありますよめちゃめちゃキラッと輝きますからそうでここら辺だったらねまだ、えっと、1300円とかなので手が出ますここら辺も2700円とかなのででダイヤモンドってダイヤモンドですよ本物のダイヤモンドですなので捨てませんよ絶対捨てません 何度も何度も繰り返し使えるのでそう考えると何度も繰り返し使えるってちゃんとクリーニングしますよ毎回クリーニングしてもう一度お爪にのせ直すっていう感じなのであのこれは長い目で見たら本当にいいものですよ本物を爪に乗せるであともしあもう爪ネイルアートにしなくていいなって思ったらジュエリーにリメイクできますから本物のダイヤですからそうっていうダイヤモンドネイルです本物志向の方におすすめ。<laughs> そうたまには真面目配信もいいいでしょいつもふざけ倒してますから。<laughs> そうで今こちらですね今から載せていきます。使うダイヤをここにはもうトレーには出しておりますがこちらねこちらで写真に撮ったこちらのデザインってよくよく見ていただくと、まあ、これコーティングしてないから分かりやすいと思うんですけどダイヤモンドが立ってます。わかります立ってるって分かりますダイヤモンドって こここうなってますよねこことんがってるんですよとんんがってるんですダイヤモンドってそれをですね、まあ、こう爪があります立てますこの見てこ見てとか言って <laughs> この1点で爪の上に立てる技術をお伝えしてますプレリーチェダイヤモンドさんでは私はそれを習って習得しておりますはい教えることもできますので そうコーティングしてないと本当に綺麗なんですよそれはラインストーンもそうだし V カットもそうだしでダイヤモンドももちろんこのまんまが一番綺麗なんだけど取れますから絶対ラインストーンですら上からコーティングしないと生活してら絶対取れますからもうダイヤモンドなんてもう絶対なくしたくないでしょ絶対なくしたくない <laughs> で立てて立ててる技術なのでやっぱりコツンって当てればポロンって取れちゃいますからしっかり上からコーティング絶対しないといけないです でこの1点を爪に爪の上にですよこうやって立てる立てて乗せる技術っていうのもお伝えしていますでも今日はそれはねお伝えできませんそれはちょっと是非知りたいっていう方はセミナーへお申し込みくださいプレリーチさんの方であのホームページもありますのでそちらであの全国各地にエディケーターさんはいますのでそのお近くの会場で先生のところでセミナーが受けれますからねあの興味ある方は受けてみてくださいね そうで今日は寝かせて寝かせて、えー、デザインしていくまあ V カットですよね V カットもこうやって寝かせてやりますよねですがまあ V カットとダイヤとは全然違いますのでそこら辺をね輝きの違いを見ていただけたらいいんじゃないかと思ってますよあもやしさんはいでそこでもう、あのー、ここのプレリーチェさんから出てるプレズィールっていうジェルがありますプレズールです 図にに点々に小さいいでですすプレゼールですはい、こちらあのダイヤモンドのコーティングのために開発されたもう艶を艶じゃないね輝きを損なわないトップジェルになってますでもちろんこれ結構テクスターもねちょっと固めなんですよなのでとろっとしてるので上からコーティングするのにも流れにくくてしっかり固定されるのであのおすすめですあの ビジューとかストーンとかそういうので今からクラウンクラウンだったっけ名前忘れちゃったええー、クラウンだったと思いますクラウンっていうまあ根元にですね並べるデザインをやっていきたいと思いますでその時にですねこちらのジェルを塗りますプレジールジェルを塗りますですがこの時たっぷり塗っちゃうとうんと流れていっちゃうのでたっぷり塗るとねここは かすかす目で塗っていきますあソランさんだこんばんはこんばんはこんばんはあひろた先生いや緊張しちゃうひろた先生ですで、ここでねやっぱダイヤモンドなので 輝きが素晴らしいですよわかりますこの輝きもうこの一個だけで存在感これ零点零五カラット大きいですこんにちはあ、けいちゃんだイエイそして横にですね並べていきますここからグラデーションのように、えー、サイズのグラデーションですね載せていきます 緊張する、手が震えちゃうわあー、ちょっとライトが待って、これぐらいちょっとなんかすごい白飛びするよね、何これちょっとダイヤの輝きであれだわ <laughs> ダイヤの輝きで、輝きすぎて画面が白くなっちゃうあ、ひろた先生ありがとうございます キラ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 みんなキラキラ好きでしょ宝石も好きでしょあのなんだろう今私使ってるのはもう一番シンプルにこのブ,えなんだっけブリリアントカットだったっけなオーソドックスな、まあ、ダイヤモンドのカット使ってますけどプリンセスカットとかハートのカットとかえっ、ー、とマーキスだったっけなんかリーフ型とか四角いろいろありますからね そういうのでいろいろデザインを変えていける。私はちょっと画面からずらしますよ。ごめんなさいね。本物よ。綺麗なんだよ。ごめんなさいね。ちょっとどうしてもやりにくくて画面から外れちゃう。ごめんなさい。 でね、これは本当にさ一番最初にも言いましたけど使い捨てじゃないですからね本物なんで捨てませんからねちゃんとクリーニングして毎回この輝きをですね常に爪の上に乗せておけるっていうあのこれ爪にダイヤモンドをせてたらなんかもう指輪とかしなくていいかなぐらいの感じになります本当に爪がジュエリーになります。 でね、やっぱりどうしてもね爪にあのダイヤが乗ってるって思ったら手の動き所作とかもちょっとね手の扱いも丁寧になるので今まで何か家事とかでガツガツやっちゃってるっていう人はなんていうのかなガツガツやっちゃってちょっと浮くのが早いとか持ちが悪かったっていう人が逆に丁寧に扱うようになるので。 いイヤモンド。ッ結構私のお客さんとかでも来るたびに1個ずつだけ増やしていくっていうね一気に買うことは難しいですよやっぱり一気にたくさん買うと高額になりますからなので毎回来るたびに1個ずつ。 クリーニング専門店とかじゃないです。そのクリーニングの仕方も教えます。あのダイヤモンドの洗い方、クリーニングの仕方があるので、そちらもセミナーでお伝えして、もちろんもうその場でできますから、お客さん戻ってきましえ。お客さんがダイヤモンドつけました。で、普通に34週間生活を送っていただきます。で、また戻ってきて戻ってきました。オフします。で、オフしてダイヤモンドを自分でクリーニングします。で、クリーニングして。 またもう一度お爪にのせてネイルアウトしますなのでもちろんお客様側の立場にしてもやっぱりめちゃめちゃテンション上がりますあとはブライダルブライダルとかでとても人気だと思いますねで、えっと、こっちの施術側からしてもやはりダイヤモンドなので単価が上がりますし 本当にねあのー、ラインストーンで毎回使って捨てるわけですよねそれって結構ね高いと思うんですよ特にストーンが好きな方って毎回載せるでしょ捨てるんですよもったいないですよねダイヤモンドそれは1回の値段はラインストーンに比べたら高いかもしれないですけどいやいやいや長い目で見てくださいっていう。 素敵でしょうでデザインはもちろんこれだけじゃないですよもっとねあのこのサイドに縦に同じようにさらっと流しても爪がシューッと綺麗に長く見えますしあと S 字ですね S 字にこういう感じで載せるデザインもあるんですよごめんなさいデザイン名を私覚えてないんだけど <laughs> そうそれもねあの曲線がすごく柔らかくてあのとってもねお上品になります女性らしさ出ますね。 しゃべってばっかりでちょっと全然進んでないんですけどちょっとだけまた老眼買い替えててよかったキラキラがよく見える <laughs> よく見えるでしょごめんなさいちょっと一瞬画面から抜かしますごめんなさいちょっと見えにくくてそうでこれもやっぱりただ並べてるだけじゃなくてあの綺麗に見せる並べ方っていうのがあるんですよねで並べるにもコツが ああるるるとといそう,いろいろそういったことをお伝えするセミナーがあるんですもちろんこれダイヤモンドネイルですけれどもダイヤモンドに限らずやはりこういうストーンのデザインとかの考え方のヒントにもなりますし幅広く使える使えるっていうか勉強になるセミナーですねがプエリーチさんのセミナーでございます。 フレリーチェダイヤモンドで普通にネット検索していただいたら出てきますからね。あと、あのもちろんあのインスタアカウントありますからね。ぜひ見てください。今、えっと、今っていうか、この間も TAT さんでオンラインセミナーがあったのかな。ありますからね、いろいろ。 もちろんエディケーターになるセミナーもありますしもちろん普通にお客様に施術するためのセミナーもありますしあごめんなさい揺らしちゃったごめんね画面何もない状態でごめんなさいね今ちょっと必死で並べておりますでこれ一番最初にのせたジェルの量が多いと流れていっちゃうのでなかなか決まらなくなるのではい これで一回ちょっと固めますごめめんなさいめっちゃ綺麗でしょめっちゃ綺麗ですからこれ画面で見るよりも本物見てほしいぐらいですけどめっちゃ綺麗ですからあまゆちゃんありがとう、ね、今のはまあ寝かせた技術です、ね、でこっちあの宣伝用にデザインして写真撮ってインスタにアップしましたけれどもこれね ダイヤモンドこれも何て言うんですかねダイヤモンド実はこれちょっと重ねてるんですよ意味わかります意味わかんないんですよね私もこれ、あのー、知らなかったら重ねるってどういうことって思いますけど重ねる技術もあるんですよ重ねるとまたよりボリューミーになるのでもっとゴージャスに見えるんですよ。あのやっぱりどうしてもストーンって丸いですよね 丸いので丸いのと丸いの同士ってどうしてもこう隙間ができるじゃないですかその隙間も埋めることによってぎっしり感でボリュームが出てよりキラキラしてよりジュエリー感が出るっていうめっちゃテンション上がりますよこんな感じこれがクラウンんクラウンで合ってるはずクラウンそうこういうのねえやっぱテンション上がるわ そう私ももちろんダイヤも好きなんですけどえっとルビーとかサファイアとかであと月ごとにキャンペーンがあってえっとなんだろう他にもいろいろその今月はこの石今月の石っていうのがあるのでダイヤだけじゃなくて、はい、その時におすすめの石っていうのがクラウンです ははは、広田 <laughs> 先生ありがとうございます大丈夫私間違えてなかったクラウンですクラウンっていうデザインですほらもうちょっと光りすぎてし真っ白になっちゃうねねそうでしょこれがよこうやって爪についてたらよええ、テンション上がるでしょ <laughs> もう毎日パーリーですよパーリー いやだ今日真面目にするって言ってるのにちょっとふざけてるごめんなさい <laughs> これでも真面目だから <laughs> はいで今からコーティングしていきたいと思いますでもうさっきからずっとおすすめしてますねストーン普通のストーンラインストーンのコーティングでもあの輝きを損ないません結構あのメーカーさんによっては曇っちゃうトップもたまにあるかなまあ今はもうそんなのないとは思うんですけど まあ、曇ってしまうせっかくのキラキラが曇ってしまうとかねならないようにキラキラを損なわない透明度のあるツヤのあるそしてしっかりあの包み込んでストーンダイヤを包み込んでしっかりコーティングしてくれて、まあ、テクスチャーもあるのであの流れすぎないんですよねそうなのでしっかり包み込んでくれますがっちりホールドしてくれるということですねダイヤモンド ダイヤモンドなくしたくないでしょうね絶対なのでそれをしっかりがっちりコーティングしてくれるトップジェルになってますこれもですねしっかりコーティングしますいや誕生石とかめっちゃ嬉しいですよねそれは嬉しいでこれをしっかりコーティングしていきます あれどうやったっけあどうやったっけって言ったらあかんな。<laughs> しっかりね角をね。もうあのどのダイヤモンドに限らずですけどやっぱりビジューとか、えー、ラインストーンとか。いやん白飛び。あのちゃんとしっかり特に角ですよね。角をしっかりコーティングしないと。 そこから引っかかって取れますどんなもんでもパーツでもそうですけどなのでしっかりとで角ってどうしてもコーティングしづらいんですよわかりますあの <laughs> ね、真面目に配信まあこれはまああれですけどこういう角ここの角とか、うん、まあラインストーンはねフラットだから、まあ、角が出るってあんまりないとは思うんですけどパーツとかでもそうですまあここにも角はありますよね。あのラインストーンだったらこ,こっから下フラットになってここが角になるとは思うんですけど角ってジェルが。 流れちゃってまままりにくいわかりますまりににくくいいわかすすんですよここにとどまってくれないんですよなかなか特にサラッとしてるジェルは例えばこれ全体にバッとコーティングしても、まあ、こういう平面のところにはプクッと乗るけれどもここの角になるとサラッと流れちゃって角だけ出ちゃうとか角だけコーティングジェルのコーティングが薄くなっちゃうんですよ角にとどまりにくいからジェルが。 あの柔らかいジェルとかだったらだけどこれはしっかりととろみがあるので角を包むしっかり包む包んでくれるなので、あのー、コーティングしっかりがっつりホールドしてくれるっていうことですねごめんなさいちょっとだけ外しますだから大きいパーツなんかもこれを フレジールを使っていただくと取れにくくなると思います誕生石だといいですね。私誕生石パールなんでこのアコヤと淡水パールをつけますちょっと一回固めますこれはですねサイドだけコーティング んサイドだけコーティングじゃなくて全部できるんですか全部できるんですかどういうことですかサイドのコーティングだけじゃなくて全部全部コーティングします全部コーティングしますよあのまあえー、とまた全然ダイヤと話違いますけどその V カットとかだったらやっぱりカット面出したいっていう人は結構ミクスチャーでつけて角だけ ジェルとかでコーティングしてカット面出すっていうこともあるかもしれないんですけどダイヤもできれば表面カット面出したいですけどあのーダメですなくしたくないので <laughs> しっかりコーティングしっかりコーティングしますけどそこの加減ですよねボってぼっにダイヤモンドの上にコーティングしちゃうとやっぱりそれはそれで輝きを損なってしまうのでごめんなさいちょっと外します いわゆるコーティングの塗布量だったりコーティングの仕方だったり手順だったりそこら辺っていうのが結構重要だったりするんですよね普通のラインストーンであったとしてもトップコーティングって本当に大事だと思いますせっかく綺麗にストーン乗せてんのになんていうんですか 取れたくないからストーン取れたくないからと思ってもりっとのせちゃうともう台無しですよねなんじゃこりゃみたいな全然かわいくなくなっちゃうんであっ廣田先生ありがとうございますあちチさんお久しぶりありがとうそうです全体にコーティングしてももちろんダイヤモンドだから ダイヤモンドだから全体にコーティングしてもラインストーンのように、うん、うんなんていうなんていうんですか、ちょっと言い方悪いかもしれないですけど、チャチくならない。あチャチーってわかります？あこれチャチーって方言？あのー、なんでしょうね。<laughs> そうチャチくならないんですよ <laughs>。 全体コーティングしても角がなくならないように、ね、角がなくならないようにそう塗布量っていうのもしっかりセミナーとかでお伝えしますしもりもりにしすぎないもりもりにしすぎないけれどもしっかりコーティングするっていうところです。 あやみさんこんこにちはあ、チャッチーわかる <laughs> チャッチー。やっぱチャッチ,チーって関西弁あマジチャッチーってチャッチーって何て言ったらいいかなチャッチーあの何、ー、て言ったらいいんだろうえー、誰か通訳いる <laughs> チャッチー。 なんかこうおもちゃっぽくなるっていうかうんわかるかな茶畜ならないんですやっぱりダイヤモンド本物ですからねどうしてもラインストーンだとジェルで全体的にこうコーティングしてしまうと茶畜なっちゃうんですよちょっと言い方悪いんですけど。 あ、福岡もチャチーっていう？ね、全一旦全体にコーティングしました。あ、安っぽい感じね、にあるほどです。はい、でプレジーズ三十秒でこう硬化させます。よいしょチャチー使う？あ、横浜も使えますか？あ、本当？じゃあ方言じゃないのかな。チャチーってイグか。 で、これしっかり拭き取りますねあ茨城県も使うあじゃあ方言じゃなかった普通にこんな感じあそうだで拭き取っちゃいましたけど拭き取る前にですね この場合こうやってウッドスティックで触ってくださいなぜかこれさっき言ったみたいに角ですよね角が出てたらこのここの角ジェルでしっかりコーティングできてなかったらガリってなるんですよガリガリってチップがオードリーヘップバーに見えてきたまあなんて素敵な表現なの <laughs> 調べたら言い方なんだなるほどね方言ではないんだね で拭き取る前にね拭き取る前にコーティング終わったさあ拭き取ろうじゃなくて拭き取る前にもう私拭き取っちゃいましたけどこの角を触ってくださいでここの角が鋭く出てたらもう本当にガリガリしますガリガリしてるっていうことは角が出てるっていうことでさっき言ったみたいにここの角がちゃんとコーティングできてなかったら引っかかります っって引っかかりますよね生活してる中で服に引っかかるとか何かこう触った時に引っかかるとかそしたらもうそっから引っかかりができてここがきっかけになってバリンってダイヤモンドが落ちて落ちて取れてしまうそうならないためにこう触った時にいわゆるちゃんとジェルが角にコーティングされていたら滑らかにもうなんかトゥルトゥルトゥルっていきますトゥルトゥルトゥルって引っかかりません。その状態 ちょっと輝きすぎてピントが合わないでこれコーティングしましたよねコーティングしても輝き変わりませんあ今日はダイヤモンドネイルですよちくわさんプレディあプレジルじゃないえプレリーチェプレリーチェダイヤモンドっていうダイヤモンド本物のダイヤモンドをですねネイルアウトするえブランドがあります 今日は私はそのエディケーターとして真面目にライブ配信しておりますよ。ありがとうございます。私、プレリーチェダイヤモンドエディケーターさせていただいております。大平でございます。ありがとうございます。はい。こっち、コーティングしてません。 <laughs> 井戸先生ありがとうございます,そうです私はまあ兵庫でやってますのでお近くの方は私のところに来ていただいたら全然あのセミナー講習できます。でもちろん日本全国たくさん先生いらっしゃいますのであの本当にプレリーチェさんのホームページとかアカウントでもいいのかなインスタのとにかくご連絡いただいたら各地皆さんの近い先生のところをご案内してくれると思いますのであの本当に自分ところのサロンのメニューの単価アップにもなるし もうまあ、自分がやりたいいいいっていうのでもいいと思います自分がダイヤモンドつけたいわって、まあ、最初私はそんな感じです自分でやっぱりダイヤモンド扱いたいし自分の爪にダイヤモンド乗せたいしっていうので福岡福岡どうでしょう広田先生いやいらっしゃると思うんだけどそうで見てこっちはコーティングしてませんこっち今コーティングしましたそんなに輝き変わらなくないですかまあ映像なんでね 多少はねちょっとあれかもしれないですけどまあ私も実際目で見てもキラキラ感は変わりません、ね、加工してませんよこれ加工ないですよめっちゃキラキラするねこんな感じでこっち一旦ですねこのラインストーンの方にもコーティングしたいと思いますこれコーティングしてないからキラキラしてますよねどうしてもラインストーンってコーティングしちゃうとトゥルンとしてしまいますので ちょっとまた違いを見ていただきたいなと思いますね。プレジールで。でもそれでもプレジールのこのジェルでトップコーティングされするとあの曇らないしキラキラ感出ます。あもやずさんありがとうプレ,プレリーチェさんぜひともフォローしてください。キランキランですよ。 全国ね、あのエディケータータさんいいらっししゃいますしもちろんよかったら皆さんもエディケーターになって一緒にあの勉強会今年はねコロナであのなかなか勉強会とかなかったんですけどそれまではですねあのエディケーターさんで集まってみんなで勉強会したりとかめっちゃ楽しいんですよやっぱりそう,そういうのもありますから。 人も皆さん一緒にエディケーターになりましょうダイヤモンドあのやっぱ本物を触れるってちょっと私あのあれになりますけどねあのスピリチュアルが好きだからちょっとスピリチュアルな話になりますけど波動があると思うんですよ気気というか気って分かります気持ちの気気本物でダイヤモンドって本当に波動が高いというか気が強い気が強いっていうのもおかしいな。 綺麗だからやっぱそういうものを身につけることによって自分自身も上がれると思うんですよね。いわゆる私パワーストーンとかが好きなのであの、まあ、ちょっとそういう部類にはなるかもしれないですけどダイヤモンドだって鉱石ですからねパワーストーン鉱石なので。 ありがとうあ、ガはクナぎさんこんばんはーそこがうーんダイヤの違いですか <laughs> そうねあのー、普通のラインストーンがダメっていうことじゃないですけどやっぱりまあここで見ていただいてもさっきの輝きがちょっとやっぱりどうしてもプルンとなっちゃうんですよねせっかくのカット面カット面わかりますこの カカクカクですよねこのカクカク表面のこのカットされてる面カクカクの面っていうのが輝きを出すためにストーンの表面っていうのはこうやってカットされてるわけですよでこの反射反射面ですよねこれ反射面光が入ってきて反射するなのでこのカッ,カット面があるごとに反射する角度が全部違うからキラキラするわけですよ。それをプルンとさせちゃったらそれはただの丸いストーンになっちゃいますよねっていう話ですし。 まあえーまあ、v カットの場合ダイヤじゃなくて V カットの場合表面のこのカット面がプルンとしてもいわゆるこの奥行きがあるので奥行きに入った光が反射してキラキラ見えるので普通のフラットなラインストーンよりかは、えー、V カットの方がか輝きますね。でさらにダイヤモンドっていうのはなん,なんでしょうねよりもっとやっぱ本物の石なので。 もっと輝きますよねもうちょっと語彙力が <laughs> 語彙力が足りなくて良さをなかなか伝えきれてないような気はしますけれどもそうあ福岡にもいらっしゃいますいや全然いいんですよお近く皆さん行ってくださいあのそんなそんな私がっていうことじゃなくてあのいいものはいいのでどこでもいいんですよもしお近くならぜひ私のところに来てくれたら嬉しいですし えっと、福岡は福岡、横浜は横浜、あのー、交通費もかかっちゃいますからね、今、なかなか移動もできないと思いますので、ぜひともこのダイヤモンドのね、良さを皆さん、まあ、ダイヤモンドの良さはみんな知ってますよ、それは当然、知ってますよね。だからその良さを、なんていうんですか、皆さん、知ってください、ネイルにダイヤモンドが載せれるっていう、拭き取り、エタノールなんですけど、 基本エタノールなんですけどエタノールでいいんだけどちょっとだけね私アセトンちょっとだけアセトン入れてあげるとよりツヤが出るような気がしてます私は本当語彙力なくてもいけるこれちょっと並べますねわかりますわかりますよねもうこれ並べてわかりますよね違いがもう私の語彙力がないくても <laughs> こういう感じもちろんねこういうのが好きな人はそれで OK ですしやっぱりキラキラが欲しいなっていう場合はどうしてもねあのやっぱダイヤモンド V カットまあラインストーンよりは V カット V カットよりは V カットよりはっていうかもうもう断然ダイヤなんですけど一番輝きでいくとね 全然違うでしょやっぱりあの光の入り方が違うし輝くっていうことはやっぱり光が入って反射しないと輝かないわけですよ。ね、でその屈折率だとか何だとかいろいろあるわけですよ。でもうダイヤモンドのこのカット面っていうのはカットっていうのはもう職人さんがすごい細かいカットをするわけですよ。いつ普通のの V カットの あのー、カット面これのカット面なんかはまあ,あ見て分かりましたねあここは行、い、くシャッシャッシャッと、まあ、削ったのね削ったのっていう言い方もおかしいですけどはいはいはいみたいなじゃなくてダイヤモンド本当にもっと細かく細かく細かくその反射の何ていうの計算されたカット面ですからより輝くカット面を計算されてるわけですから空輝かないわけないんですよ。 かこさんこんばんはこれ残しますからよかったらぜひ見てくださいねダイヤモンドの違いもう皆さんこの今から見ても分かりますよねもえさん連絡してくれたんだガクナギさんにありがとうねでまあもう空ラインストーンとダイヤの違いは当然ですよ当然でこちらね これでもこっちはコーティングしてないアートの方はコーティングしてませんこっちは今コーティングしました変わ,ら変わらないっていう方もあれですけれどもやっぱりね輝きがね損なわれないあ,あと最後ここラメ入れてもよかったなこのプレリーチェさんから出てるラメがあるんですよしかもダイヤの輝きに近づけたラメ 分かります、ね、でこれを例えば今日ちょっとラメ使ってなかったですけどまあこれってクラウンなので、まあ、真ん中が大きくてだんだん細くしてます細くしたここの最後ら辺とかにさっきのラメをチラチラってチラチラってつけてあげるとよりシューッと細くなくなっていく感じにできできたりしますなのでえー、とダイヤの あらなんかちょっとバランスここ足りないなっていうちょっとした隙間にですねこのラメをちらっと乗せてあげるとあの違和感なくあのダイヤモンドバランスをよくしてくれますこのラメめっちゃいいっすよめっちゃキラキラだからで実は今これパッと見全部ダイヤだと思うでしょ今のラメあるから <laughs> 例えばここここ このね、ラメがなく、まあ、たいダイヤをこうやって乗せて、並べて、バランス見て、あれ、なんかここ足りないなっていう、バランス足りないないっていうところに、このラメをですね、ここにこうか。このラメをですね、これウッドスティックとかで、ちゃちゃってつけて、ここにピピってつけるの。そしたらもうそこだ、そこはもうダイヤと同じ輝きがなんか出るので、埋まるんですよ。とか、ここらへん。 もちろんちっちゃいダイヤはここにありますけれどもここら辺にラメをチュチュチュと散らしてるんですよこの先っぽとかスーッと細く輝きを持っていきたいときにこのラメをちょっとつけてここにチュチュってチュチュチュってあとここら辺にもいますよここら辺あ隙間足りないなっていうところにラメをチュチュと散らしてあげるとうんダイヤと同じ輝きのラメをバランスを 作れるんですよなのでプレリーチェさん TAT さんで売ってますよね確か TAT さんのはずなのでダイヤはあのー、セミナーを受けてちゃんと資格を取った人じゃないとダイヤは買えませんあそうちくわさん隠し味にめちゃくちゃいいんですよそうえダイヤ自体はセミナーを受けないと買えませんがこのプレゼールジェルと さっきのラメは買えますえ、勝手に言っちゃった買えますよね <laughs> ちょっと TAT さんで見てみてください、うん、それはいけると思うんだけどなはいなのでそんな感じでダイヤモンド本当にいいよっていうことをおすすめしております <laughs> やだもう50分ぐらい経っちゃった本当は2,30分でって言われてるのに <laughs> 倍ぐらいいありがとうござまますすひろ先生 TAT さんで買えます <laughs> そうか今日はね寝かせるところ、まあんまり細かいねあの説明はちょっとやっぱりセミナーでっていうことなのでちらっとだけお見せさせていただきましたそしてこうやって立たせる技術ですねやっぱりね、まあ、寝かせる技術もいいんですけど醍醐味はやっぱり立たせる技術ですね。この どうしても寝かせるとね寝かせるといわゆるここ一番見せたい面ってここですよね一番見せたい面がどうしても寝かせてしまうとちょっと傾くわけですよもちろんそれはそれでオッケーなんですよなんですけどこっちのように立たせる技術ができるようになるといわゆるこの一番見せたいところが一番真上に向いてくれるわけです これがやっぱり一番いいですよねこれこそやっぱり本当にジュエリーのようにお爪をアートできますので <laughs> 楽しいライブパーリーですよパーリーピーポーですよ今日真面目にやるはずがやっぱりちょっとふざけておりますけれども <laughs> <laughs> あーセルフ TAT さん買えないかそっかそっかそうだね萌えさん頑張ってさまずネイル検定受けようサンキュー 三級受けよう、みんな三級受けよぜ。あ、違う話になっちゃったけど <laughs>。<laughs> はい、なので皆さんよかったらダイヤモンドですよ。そのお手手にどっかってるデカダイヤ欲しい。これ？こっち？<laughs> これダイヤじゃないしね、ガラスだしね。<laughs> あ、まるまるさん、めっちゃ綺麗でしょ？ダイヤモンド本当おすすめですよ。 ダイヤモンドもいろんなカットありますからね四角とかハートとかえっ、ー、とマーキスあのリーフみたいな形とかで今月の石って言って毎月毎月ですねえー、ル,ルビーとかサファイアとかエメラルドとかいろいろ出てきます直接お店に行けば買えませんでしたっけえいやえっ、ー、とねセミナーを受けてないと ダイヤは、あ、TAT かなあ、ライブ保存します。TAT さん、あの、ネットが無理なのかなネットが多分登録するのにもしかして資格持ってないとだめなのかな店舗の方にはいけるかなライブ保存しますね。失敗せずにライブ保存するようにしますね。 ないのか近くにないのかそうですなので皆さん是非ともダイヤモンドね t h t さん直接行ったらダイヤモンドは買えないですけどプレイゼールプレイゼールゼールとこのラメはいけると思いますおすすめですよこちら本当に補強にもなりますから普通に別に あのストーン乗せててなくてもダイヤ乗せてなくてもストーン乗せてなくても普通のトップコーティングとしても優秀なのでこんな感じ TAT さんね近くにいないとねなかなかこんな感じでございますラメ綺麗ですよダイヤモンドダイヤモンドの輝きに近づけたこのラメなのでめっちゃキラキラです とということで今日は真面目に配信しました結局1時間ほど53分今53分 <laughs> 2三3 0分でいいものなかなか私は喋ってしまいますねあそうかでも私10分早めだから43分ぐらいか10分早めにスタートしたから TAT にゃいかそうだよねやっぱ、ね、ネットになっちゃうよね こんな感じあやっぱ綺麗ねパールもね可愛い,いですよパールも球体球体だけどそれを乗せる技術っていうのがありますからえっ、ー、とどっちがどっちだったかなこっちが淡水こっちが淡水淡水パールこっちがアコヤ真珠 私ねちょうど誕生石がパールなんでいいですよパールでダイヤも、まあ、同じサイズを乗せるよりもやっぱりこうやってねサイズ違いをですね乗せるのがいいです同じデザインソロとダイヤで比較して見てみたいですそうこのねこっち 根元に並べたパターンやっぱコーティングしちゃうとどうしてもストーンの方はねラインストーンの方はプルンとしてしまいますので球体パールの厚みちょっと待ってねそうティアラティアラそうそうそうティアラみたいでしょこれ一応名前クラウンなんですクラウンですっていわゆる王冠ですよね キ,ラキラなのでダイヤはコーティングしても本当にキラキラしますストーンはどうしてもコーティングしちゃうとプルンとしちゃうカット面がなくなってねでパールこんな感じこっちがえあこやでこっちが 淡水パールかわいいですよパールパールももちろん何回も捨てないでくださいね普通普通になんかパールストーンとかだったら捨てますよねラインストーンとかは使い捨てですよね使い捨てなんで本当に毎回毎回ストーン乗せてる人なんかは絶対ダイヤにした方が ダイヤは1回買っったららもうずっと使えますからね絶対捨てませんからねクリーニングしてもう一度何度も使いますなので長い目で見た時1回目購入する時はもちろん高いかもしれないですけど普通のストーンに比べるといや長い目で見てくださいありがとうございますはいこんな感じでちょっとねなかなかダイヤモンド あれなんですよやっぱ技術を見せるってなかなかセミナーでお見せしてるので有料,有料級の,であの技術になるのでなかなか細かくはここではお伝えできませんけれどもただ本当にねこの技術知っててもちろん損はないですしダイヤモンド取り扱えて損はないと思います。はいこんな感じですね。 パールもそうでですす繰り返しですオフでオフはねマシン使ったらダメですよもちろんただあのそれもねもちろんセミナーでオフの仕方ダイヤモンドのオフの仕方ダイヤモンドのこのクリーニングの仕方たもちろんのせ方だけじゃないですちゃんとそこまであのセミナーでお伝えしますけれどもあのまあ言っちゃっていいのかなダイヤ以外のところはマシンで削っても当然 OK ですからね、はい、でそのあたりどうやって削っていくのか。 どうやってオフするのか、まあ、ダイヤモンドいわゆる世界一硬い鉱物って言われてますけどまずそのダイヤモンドのちょっとした基礎知識も勉強しますけれども硬いのは硬いですけれどもあのね方向があるんですよ。いわゆる結晶なので結晶分子と分子がくっついてできた結晶なのでその分子の並び分子だっけ 原とりあえず並びによってはこっちからの角度は全く割れないけれども逆に反対側から衝撃受ければ欠けるよっていうこともありますなのでマシン当てちゃダメなのでそういうオフの仕方もありますセミナーぜひ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 お近くあの問い合わせてみてくださいねあのプレリーチェさんの,あのインスタアカウントありますプレリーチェ プレリーチダイヤモンドで検索して私のえっと投稿投稿まあそれとは訳わかんなくなかプレリーチェダイヤモンドあとネットで検索していただいてもホームページが出てきますサイトが出てきますのでいやライブの配信増や増やしてほしいの嬉しいありがとうございます頑張るライブ配信本当頑張らないとダメだねあとうんそうだね頑張るもう終わっちゃう 頑張ってライブ配信またします。ねえ1時間あっという間もう1時間経っちゃった喋りまくってたね。<laughs> 一番大きいダイヤで何ミリですか一番大きいダイヤでね0.05カラットなんですけどちょっと待ってね測ってみますね。何ミリだったかな本当は多分出てるはずですサイトとかでも多分出てます。プレリッチュさんのサイトで出てるはずなんですけどちょっと今測ってみますよ。ちょっと待ってね。 1>, えっと1 2 3 3 4ミリごめんなさい輝きすぎて本当に本当に輝きすぎてどっからどこまでか分からんくなるちょっと待って本当にちょっと待ってね1 2 3 3点何ミリな感じかなあの多分ネットでね0.05カラッ サイズとかで検索したら出てくるかなそう本物イコール本当本当にそうですよえー、そうそライブ本当にライブしたらみんな楽しみ嬉しいね嬉しすぎるありがとうございます頑張る <laughs> SS12 なんだなるほどね SS12 そうだね。そういうことだね。すごいね。ももさん、よくサイ,サイズを SS のサイズを覚えてるのこれの真ん中ぐらいってことか。はい。そんな感じで。いや、ももさんも来てくれる嬉しい。またライブします。本当に。ひめちゃんライブもしなくっちゃ。<laughs> はい。ありがとうございます。1時間お付き合いいただきました。今日は真面目に ちょっとすっきりと終わらせないとこれは私のライブではなくプレリーチェさんのライブですのであまり <laughs> だらだらしていて <laughs>、はいね、ありがとうございますさあ今日は真面目にですのであっ廣田先生ありがとうございますこちらこそありがとうございますもやずさんもいつもありがとうねえひめたもまた映さないといけない <laughs> ありがとうございます。ああ、うううにゃむさん、ありがとうございます。ひめちゃんとみりちゃんまた見て。<laughs> そう、ありがとうございます。では、皆様、長屋でお付き合いありがとうございます。こちら、保存しますので、いつでもまた見てください。あの商品、なんだったかなって思った時にあに、ぜひ見返して、プレズイールでございます。はい、プレズイール。プレリーチェさんですよ。プレリーチェダイヤモンド。プレリーチェダイヤモンドで、 どうぞ検索してみてくださいお疲れ様でしたありがとう皆さんまたライブしますねありがとうございますお疲れ様でしたありがとうありがとう楽しかったありがとうお疲れ様ですありがとうございましたまたねお疲れ様